東京世田谷区の保坂区長は4日日本記者クラブで会見し PCR 検査を1日2000から3000件できるよう体制の拡充を検討していると話しました世田谷区の感染者は累計でおよそ1000人に上っていて特に7月以降感染が急激に広がっています 人口もおよそ92万人と多いことから感染のさらなる拡大に備える必要があると判断しました世田谷区が目指すのはプール方式と呼ばれる検査方式で検体を一つずつではなく複数分まとめて検査するものですそうすることで検査能力を上げ効率化も図りたいとしています 導入する時期についてはなるべく早くと述べるにとどめましたまた保坂区長は国の対策について注文をつけました明らかに4月の段階より数多い陽性者が出ているただその中に重症の方が比較的少ないというのは今のところ事実でしかしそれにとってどうなっていくかわからないという段階の中でじゃあ国としてどういう方針があるんだろうか まあもなくお盆です大量の移動が始まりまりす、えー、なので注意してこれを規制しようかどうかっていうことを一方で言いながら GoTo トラベルのキャンペーンはやめる予定がないこういうことでございますあの四年休7月の4年休に前倒しをしたことによって全国に感染は広がらなかったのか本当に観光業がいい形で再開できているのか大変疑問です 一方で、東京とさまざまな形で時間短縮ということで知事は呼びかけられていますけれども何より私は必要なのは今、世界中の国々であるいは地域や都市でうまくいったモデルつまり感染が拡大したけれどもこれを封じ込めて 抑止してですね、えー、うまく制御をしつつあると、あるいはその感染そのものをそんなに広げなかった、まあいろんな成功例がございます。で、このコロナはですね、えー、国や政治体制や宗教を問わずに世界同時に襲いかかっているわけなんで、まあ日本としてもですね、うまくいった例をきちんと参考にしてということになるとですね、P C R 検査を制限すると。 いいいう話にはならなならんじゃないかと PCR 検査をこれだけ制限をしてというよりはあの不思議なことに首相もです、ね、誰もが検査を増やした方がいいとこういうふうにおっしゃってるんですがこれは私自治体の現場を知る者としてここで申し上げたいのは絶対に増えない構造になっていますもちろん少しは増えます。 少しは増えますが1桁増やすなんてことは絶対にできないこれはどうしてかというと私は新型コロナウイルスこれをですね従来の明治以来の感染症の包帯系でなんとかしようとしているしかしその包帯系からこのウイルスの動き特性が明らかに外側に漏れているわけですねその典型例が元気な人が感染していて そして人に感染をさせる力を持っていると。でそれをですね、この旧来の包帯系の中で、つまり症状があって疑わしい人を検査する、これは当たり前です。しかし今、このコロナの流行の中で問われているのは、症状がなくて、本人も気づいてなくて、そして社会にどれだけ広がっているかわからない、このコロナウイルスの すべてをです、ね、やっぱりトータルに計測していく、検査していくという発想の転換、つまりはコロナウイルスの側に法や制度を合わせるしかないんですね、あのその決断がどうも国にはあのなかなかできない、でおそらくです、ね、あのこれから質問があると思うんですが、財源どうするんですかと。確かに今のの PCR 検査の 費用をです、ね、そのまま掛け算で92万人世田谷組いますあのその全員ではなくてもです、ね、まずはその保育士さんだけ取ってみても1万人いますどうやって年出するんですかとでそのいわゆる財源構成は組み上がっているんですかという質問をよく受けますあのこれについては一、ね、つは、えー、大量に計測をできる自動のオートメーションの機械を使う こここのスケールメリットここで稼ぐそれからプール方式といってこれは小玉先生がご提案されてるんですが一つの試験管に例えば5人の検体を入れてそれを500人分の自動計測器で回していくと 5×500 イコール2500ということになるので、えーまあ、例えばそういうことをきちっと導入すればですね 二桁一桁上げるということは実現するんじゃないかともちろんそのコストが低減するというメリットもありますで今一大事ですよねあらゆる人たちがこのウイルスのしたたかさあるいは予想がつかないこの真夏にですねこれだけ広がるという予想を私もしてませんその時にですねやはり社会全体が この道でしっかり抑えていこうと、もちろん一人一人が気をつける、行動制限をすること、重要です、しかしながら、これだけ市中感染が広がっていくということになると、PCR の検査自体のハードルをぐっと低くする、もしくはなくしていく、アメリカのニューヨークでやっているような、いつでも、どこでも、何度でもということを最終的には目指していくべきだと。 思います現在こう世田谷区で職員に、えー、まずは協議、えー、準備をしてもあのいただいているのはあの今の検査300人やっている検査自体がオーバーフローあのし始めていますのでこれを倍化するここで大量の検査をまず、えー、従来手法のニーズで出てくる検査対象者に対してやっていくともう一つはその社会的検査についての スキームを作ろうと、まあ、そして、えー、まあコスト計算をしていくらかかるのかまあなるべく安くするといっても一定の財源は必要だと思います。また私はですね、えー、今その国全体がもう社会全体がこれ最優先課題でやってくれというふうに考えているのはこの安心して外を歩くことができて働くことができて 日常を送れる、その感染をおもししたらすぐに検査をして治療をしてまた社会に復帰することができるそういう社会にしていくことがやっぱり一番だろうというふうに思っていますですからどこかでこの PCR を日本ではなかなか増えないのだと難しいんですよと。 いうことは散々聞きますだけどそれを突破してですねいや一桁増やしましょうよと行きましょうという踏ん切りが必要なんではないかとそのことに対して国が GoTo トラベルをとりあえずこんな状況ですから即時停止してじゃあ GoToPCR で行こうというふうに転換をすることそして東京都もですね 補正予算で区市町村との連携予算というのを5 0億組んでますので、まあ、東京都にもですね、えー、従来今やっている世田谷区の取り組みも相当短、単費でお金を出してますので、まあ、連携というところでいえば党全体の PCR 予算これも拡張する必要がありますからぜひこれは出してほしいと求めていきたいと思っています。 いうことで、まずできる体制を作り走り出しながら、えー、国や都にも働きかけそして重要なのはその民間のです、ねえー、これは、えー、関係する、えー、事業者の方あるいは全然別の事業で,です、ねえー、やっぱりそういう世田谷区の取り組みね応援するよと言われる、えー、企業の方特殊化の方あの寄付をあのぜひ、えー、お願いをしたいと。 思っています日本で、えー、世界中でできているのに日本だけができない、これが今の現状です。やれる、えー、社会状況、社会資源があると思っていますので、えー、こういった問題提起をさせていただきました。